マイケル・ジョン・ベール・フィオーレは、アメリカ合衆国、ニューヨーク州、コマック出身のプロ野球選手。左投げ右打ち。現在は、ボルチモア・オリオールズ参加に所属。2009年、MLB ドラフト一巡目で、アリゾナダイヤモンドバックスから指名を受け、6月19日に契約を結んだ。ルーキー級、水浦オスプレイで14試合に登板し、2勝2敗。 防御率2.17だった。2010年は A 級サウスベンドシルバーホークスで25試合に登板し、3勝10敗、防御率3.99だった。2011年は A 級ビサリアローハイドで35試合に登板し、4勝4敗、防御率5.92だった。2012年は A 級ビサリアで12試合に登板した。5月12日に、 ジョシュベルトのトレードで、ボルチモアオリオールズへ移籍した。移籍後は、A 級、ボーイベーソックスで28試合に登板し、5勝1敗にセーブ、防御率2.85だった。11月20日に40人枠入りを果たした。2013年3月8日に、オリオールズと1年契約に合意。3月11日に、トリプル A 級のオーフォークタイズへ移動した。月日に、 メジャー初昇格を果たしたが、登板のないまま5月13日に、トリプル a q へ降格。6月7日に再昇格したが、登板のないまま同日に、トリプル a q へ降格。9月21日に再昇格し、9月27日のボストンレッドソックス戦で、メジャーデビュー。7点ビハインドの8回表2週から登板し、1.1回を、 投げに本塁打を含む3アンダーに失点1死球だった。この年は1試合の当番に終わった。2014年3月7日にトリプル A 級ノーフォークへ移動した。3月11日にオリオールズと1年契約に合意した。3月30日にリーフとなった。4月3日にウェーバーでデトロイトタイガースへ移籍した。同日にトリプル A 級トレドマットヘンズへ移動した。 メジャー昇格のないまま、5月2日に40人枠を、外れ、トリプル A 級トレードへ降格した。2015年8月15日に解雇となり、19日に、オリオールズとマイナー契約を結ぶ。ありがとうございます。